IOI は2016年に結成した韓国の11人組機関限定女性アイドルグループ2017年に解散101人の女性練習生が参加したネットのオーディション番組プロデュース101にて合格した11人のメンバーによって構成されているグループ名は番組名の101に由来しておりイディアル・オブ・アイドルという意味が込められている 期間限定の活動であったものの爆発的な人気を博し、後に続くプロデュースシリーズやその他オーディション番組に影響を与えた。2016年1月22日から4月1日にかけて韓国の音楽チャンネルネットでオーディション番組プロデュース101が放送された。4月2日視聴者投票の得票数が最も多かった上位11人が デビューメンバーに決定。2016年5月4日、ファーストミニアルバム、クリサリスを発売し、デビューを果たした。8月9日には、ファーストシングル、ホワッタマン。10月17日には、セカンドミニアルバム、ミスミー。翌年1月18日には、セカンドシングル、ソナギ発売。2017年1月20日から22日まで、単独コンサート。 タイムスリップ IOI を開催。1月29日をもって、活動を終了し、1月31日に解散した。2017年6月16日、プロデュース101シーズンに最終回に、ソミ、ドヨン、ナヨン、ミナ、ヨンジョン、キョルギョン、チョンハ、ソヘが生出演。2018年7月13日、プロデュース48に、ソミ、チョンハが、 スペシャル MC として出演。8月31日には、プロデュース48の最終回に、ソミ、ドヨン、セジョン、ユジョン、ナヨン、ミナ、ヨンジョンが生出演した。2019年12月、ソロ活動中のソミ、宇宙少女として活動中のヨンジョン、健康上の理由により活動を中断しているユジョン、さらに、中国で活動しているギョルギョンの4人を除く7人で、 再結成予定と報道された。しかし、プロデュース101シリーズの投票捜査事件の影響で、IOI 側のある関係者は、クジェンムと IOI メンバー間で再結成に関する議論はもう行われていない。活動局の選定作業も行われていない状況だと話し、再結成の話は事実上消滅した。2021年5月4日、 デビュー5周年を記念して、セズン等のアプリを使ってライブ配信を行った。メンバーの内カンミナとチュギョルギョンを除く9人が参加した。ありがとうございます。